藤井聡太八冠の連勝で迎えた王将戦七番勝負の第3局。2日目の今日は挑戦者の菅井竜也八段の封じ手が開かれ、対局が再開しました。藤井八冠はバランスよく指してリードを広げ、終盤も攻めが途切れることなく94手で勝利しました。まあ、中盤はそうですね、結構お互い、難しい局面だったと思うんですけど、少しその中で、いくつかそうですね、読みが甘いところがあったので、そこはそうですね、反省点だったかなと。はい、これでシリーズ3連勝となり、王将のタイトル防衛に加え、史上最多のタイトル20連覇の記録に王手をかけました。